おうちご飯か。おうちご飯や今日。どうも、チェリー大作戦の宗康です。おうちご飯ということで、じゃ最速で食える飯を今日はやろうかなと思います。食材がこちら。肉とキュウリとレタス、カットレタスですね。それでは、いきます。よーい、スタート。あ、お湯沸かしてください。お湯、これね、キュウリ切る時のポイントがありまして、絶対にね、キュウリを切ってください。キュウリをね、塩だけで一旦いってみる。うん、いいキュウリだ。沸いてきたら塩を入れてください。安物の肉臭いんで、塩入れたらね、臭みがね、ちょっと和らぐんですよ。で、ぶち込むでしょ。ちょっとずつキュウリを入れて、ちょっとレタス引くでしょ。ミルフィーユ状態にしてあげる。洗い物もこれだけよ。じゃじゃん、これ僕の好きな100円ローソンで売ってるドレッシングなんですけど、これめっちゃうまくて、まあこれは好みで。なってんの。よし、じゃあこう肉ね、こう出来上がったんで、肉ぶち込むと、これ次にほんまに僕がいつも食ってる飯なんで。で、最後かける。5分37秒早いっしょ。これでちょっと、まあじゃあ完成見せますわ。それでいただきます。米ね、僕いつもチンする米。うまっ。うん、最後うまい。まあ、もう簡単なんで、ぜひ時間ないときとかちょっと行ってみます。はい、それではチェリー大作戦ムレースの、おいしいご飯でした。ありがとうございました。